年5周年まであと10日もうすぐですよ。楽しみすぎてやばいですね。そういえばたくさんのおもちゃが子供たちを襲うっていう騒動もありましたね。なんでも勝手に動き出したとか、学校や孤児院とかにちっちゃなおもちゃが乗り込んで暴れたみたいですよ。暴れたって言っても所詮はおもちゃじゃない。どうせ小さいんでしょ。だったら魔法で全部ぶっ飛ばせばいいじゃない。大したことないわよ。ギャルってば、相手は子供が大事にしてるものなのよ。乱暴な発言は目でございますよ。子供の教育に悪影響を与えてしまいますから。キャルちゃんだって意外と猫グッズとかたくさん集めてますよね。もしその子たちが暴れたら？うっさいわね。意外とか言うな。まあ確かに正面切って魔法でぶっ飛ばせないかもね。キャルちゃんのそういうところ好きですよ。そんなキャルちゃんに猫グッズをプレゼントしちゃいますね。一部で流行っていたたい焼き屋のおまけフィギュアですよ。乱暴に扱ったりしないでくださいね。一人でに暴れ出しちゃうかもしれませんから。